自分で掴み取る幸せ、誰かに与えられる幸せ、この二つの幸せの意味が全然違うことを悟はわからない。ちむどんどん。悟のプロポーズを受け取らなかった信子。信子もうっすら気づいていた悟の気持ち。彼は態度では示してはいたものの、信子には言葉にしてはっきりと言っていないから、彼女もはっきりと断ることはできなかった。幼い頃からずっと友達、同じ故郷の優しいお兄ちゃん。東京に来てからも同郷の頼れる仲間。信子にとってそれ以上でもそれ以下でもない存在。それ以上でもそれ以下にもなれない親友。だから親友としての関係が壊れるのが怖かった。そして悟は分かっていなかった。幸せを自分で掴むことと幸せにしてもらうことは全然違うということが分かっていなかった。第70話のお話は、沖縄県人会の遠足の余興、沖縄相撲大会で見事優勝した悟。意を決して信子へのプロポーズをしたが断られてしまった。そんな悟の決心で和彦は自分の本当の気持ちが分かり、婚約者の愛に自分の本当の気持ちを伝えようとするのだが、そしてまたまた失恋した賢秀は千葉の養豚場に戻るが、清江との中に変化が起こり、第70話はこのようなお話になるようです。和彦が分かった本当の気持ちというのは、信子が好きということでしょう。そして愛には結婚はできないと伝えるのでしょうか。もしそうなら、そうした方がいいです。自分の本当の気持ちを偽ったまま結婚しても、和彦は一生後悔すると思うし、愛が幸せになれるとは思いません。確かに一番好きな人と結婚できないこともあるかもしれません。だから、結婚したい人と幸せになるために頑張っていこうとする。しかし和彦はそんなことはなく、ずっと信子のことを思っている感じ。愛がそばにいても信子の方に心が傾いている。愛を見ていない。愛のために信子を忘れる。和彦はそれをやらなければいけないはずなのに、彼にはできそうもないようですね。和彦からどんな言葉が出るのでしょうか。しかし、和彦の心を愛は知っている。和彦から別れの言葉が出る前に、愛の方から別れを話すのかもしれない。そして、賢秀は清江との中に変化があるようですが、こちらは新たな恋愛に発展していくのか楽しみです。第69話は、県人会の沖縄相撲大会。故郷の沖縄を思い出せるよう海辺で海がキラキラしてました。盛り上がっている砂浜でたくさんの歓声を受けながら勝負する悟と和彦。新聞記者としていつも洒落た感じの和彦ですから、強くは見えないですよね。でも一度仕切り直しになるくらいかなり粘ってはいました。二人とも真顔で踏ん張ってましたが、結局悟の勝利。ちばりよーっと明るく応援を楽しんでいる信子に比べ、愛の表情が寂しげでしたね。そういうことなんだね、とつぶやいた彼女は、和彦への諦めを感じたのでしょう。彼の気持ちが全部わかったんですね。優勝したら、信子に正式にプロポーズすると決めていた悟。それを阻止したい衝動に駆られ、自分の全力以上で戦った和彦。
それを全部察した愛。胸の奥の思いが交差していて、恋って切ないですね。賢秀もこの大会で優勝して我が子にプロポーズしようとしていましたね。海辺を歩く二人はなかなかいい感じ。賢秀さんに出会えてよかったなんて男心をくすぐることを言われたらデレデレになっちゃいますよね。スーパーバンド一番星が頭にあり笑っちゃいました。だけど一転、たけしという結婚を約束した相手が彼女を迎えに来てしまい大ショック。またもや告白前に失恋しちゃったんですね。賢秀がいい人で終わってしまうのはそろそろ気の毒になってきました。倒れた和彦を病院に連れて行き、戻ってきた愛は信子に言います。サトル君、優勝して信子ちゃんにプロポーズするんだってと。鈍感な信子もいよいよ切羽詰まってきたようです。失恋に呆然とする賢秀を倒し、サトルは簡単に優勝を手に入れました。絶対優勝すると宣言していたサトル、これは彼なりの節目だったのでしょう。夕焼けの海に佇む信子とサトル、話をそらそうと信子はおどけていました。すると突然、結婚しよう、必ず幸せにする、なんとストレートなプロポーズ。ドキドキしてきました。サトルが感じているのは愛情じゃなく友情だと思うという信子。案外冷静にこの関係を分かっていたんだなぁと安心しました。それなのに、我慢する、俺が信子に合わせると、我慢する、我慢される、これは夫婦のみならずどんな人間関係にとってもいい関係ではない。サトルはそれが分からない。信子のためなら何でもするという意味もあるのでしょうけど、我慢される側の気持ちを考えていない。小さい頃から苦労してきたサトルならではの考えなのでしょう。我慢することを苦だとは思わない。うちは料理に集中したい、自分の力で店も持ちたいと信子。先日のオーナーとの話で目標が定まっていたので、はっきりと言いました。俺が幸せにしてみせるというサトルから笑顔はありませんでした。うちは嫌、ごめん。首を振る信子のきっぱりとした態度になぜか安堵しました。やっと断れたんですね。信子じゃなきゃダメだというサトル。思い込んじゃうタイプなんですよね。失恋を受け入れることができない彼は、賢秀とは少しタイプが違います。何かを得るために頑張る気持ちは大切。だけど、優勝しても、本心をぶつけても、信子の心は手に入りませんでした。人の心は好きなだけじゃ動かないものですね。好きな人のために頑張っても報われないことは多いです。信子は自分の夢は自分で切り開きたいと言っていました。自分の進む道の障害を取り除き、綺麗な道路を先に作ってもらうのは望むことではないからでしょう。それはきっと彼女がオーナーの甘んじない生き様を垣間見てきたからだと思います。うちの未来はうちの料理の力で進んでいきたいと揺るぎない心があるのでしょう。それを悟るに、信子の夢は叶えてやるように言われてしまうのは少し腹が立ったのではないでしょうか。私の何をわかっているのだろうか、わかってないとがっかりした気持ちもあったと思います。だからここではっきり結婚を考える相手ではないことを伝えられたのだと思います。
サトルを傷つけて今の関係が悪くなるかもしれないと分かってはいたでしょう。ヤンバルにいた頃からサトルが信子に友情ではない愛情があったのは間違いないと思います。友情と恋愛感情の境目ってどこか古今東西みんな迷いますよね。好きという気持ちの範囲は広すぎて自分自身よくわからないものなのかもしれません。理屈ではなく、ときめいてしまうのが恋なのでしょうか。二人で見つめ合いたいのが恋愛感情で、みんなで海を見つめたいのが友情でしょうか。カテゴリー分けは難しいですね。交錯した四人の心ですが、今日の相撲大会でかなりはっきり見えてきたのは良かったです。それぞれの社会での立ち位置や恋愛、結婚の価値観が変わり始める年頃でもあります。きっと少し先の未来を描き直していくことでしょう。なかなか望み通りにいかないことはあるし、4人の関係が崩れそうで怖いのでしょう。でもこの状況に真摯に向き合っていかなければ、この先4人はこれまでのように歩いていけない。最後までご視聴いただきありがとうございました。